今日は出ない確率つまり1の目が出ない確率当たりを引かない確率これをやろうポイントね、A、が起こらない確率それは公式は1引くが起こる確率1から起こる確率を引くと出てくるよ。例えばサイコロで3の目が出ない確率1から1 3の目が出る6分の1の確率を引くこれさえ知っておけば大丈夫。じゃあ見ていくよ。 じゃあ例題ねサイコロを1回投げる時次の確率を求めよう1 1の目が出る確率じゃあ見ると123456サイコロは6つ目があるで、ね、1の目が出る確率はこれは公式通りだね確率の公式は全体分のそれが起こる確率今回は全体分の1の目が出る確率これを考えよう。 全体分の,1の目が出る場合ねそうすると全体は6通りあるから6。1は、うん、ここに1個だけしかないから1。確率でいうと6分の16回に1回は出そうそんな確率だよ。じゃあ過去にね1の目が出ない確率、うん、1の目が出ない確率っていうのは見ると1以外にサイコロは23456ってあるね。 つまり確率を求めるなら全体分の1の目が出ない確率出ない場合つまり2から6が出る2から6が出る場合これを考えれば出るよ。そうすると全体6個あるうちの5つだから6分の5とこれが求めたい確率ね。そしてもう1個ポイントを押さえよう。 ポイントね今 A が起こらない確率でも求めることができるよ。公式 A が起こらない確率は 1-A が起こるる確率で出る今じゃあ問題戻ってみると1の目が出ない確率っていうのはそう1が出る確率1で求めたよね6分の1だった。ということは1引くが出る確率6分の1これでも同じ答えが 出てくるよつまりね全体から1が出る確率を除くと一、うん、1が出ない確率になるからねこれがポイントじゃあ練習ね今度はジョーカーを除く52枚のトランプを裏返しにしてよく混ぜその中から1枚のカードを引きます次の確率を求めよう。でカッコ1ハートのマークのカードを引かない確率ね。うん こういうトランプの問題よく出るよで考えるのは52枚のトランプつまりスペード、クローバー、ハート、ダイヤそれぞれ1から13枚ずつあってこれが4つ分あるわけね1 3る4で全部で52枚これがトランプの問題ねで今回求めたいのはハートのマークのカードを引かない確率出たね、何々でない確率これはどうやって求める 1引くこの場合にはハートを引く確率1引くハートを引く確率,く確率これで求めちゃおうそうすると1引くハートを引く確率っていうのは全体分のハートを引く場合全体は52枚あるねで52枚このうちハートは何枚ある 数えると、一二三。で、四五六七八九十十一十二十三ときて。十三枚あるわけだね。五十二枚のうち、十三枚を引く確率だから。そう、五十二分の。十三。うん、で、ハートを引かない確率だから、一全体から。五十二分の十三を引いてあげよう。そうすると、五十二分の十三っていうのは。これはうまく。 約分分できて4分の1、ね、つまり4分の3これが答えになるよ。じゃあ過去2年、ね、今度は絵札のカードを引かない確率ね。トランプの F だのカードってどれか分かるそう1から13まであるうち111213これは絵札になってるね人の絵が描いてあるやつ。だから絵札のカードっていうのはまずここだということを理解しよう。 で今求めたいのは絵札のカードをそう引かない確率何々でない確率はどうやって求める出てきたポイントあったね 1-A が,が起こる確率この場合には絵札のカードを引く確率をここに書いちゃおう。F だの,の確率ね。 そうするると絵札は何枚ある今全体はまず52枚ね52枚のうち絵札は3枚ある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 ,枚あるつまり3枚が4つだから 3×4 で12枚。ということは12枚ね1 52分の12これを計算すると4で割ると3と 1>, 1、シ、えー 4, 1がシー32、13分の3ね。ということは答えは13分の1っていうのは13分の13だから上の部分3を引くと13分の10。うんこれが答えになるよ。今日のポイントね。A が起こらない確率は1引く A が起こる確率。この公式を覚えよう。